レオナ・デルマンは、スイスのピアノ奏者、作曲家。1913年、ビール生まれ。1917年から1919 19年まで、バーゼル音楽院で、バルター・ミュラー・フォンクルムに指示して、ピアノを学び、その後作曲のクラスにも参加した。1927年からピアニストとして、活動を始めたが、1931年から1933年まで、 ベルリンに滞在し、アルトルシュナーベルや、ルドルフ・ゼルキンなどの訓導を受けている。また1940年から、アレクサンダー・ブライロフスキーやラウル・コチャルスキーの指導も受けている。1945年からアメリカに演奏活動の拠点を移した。しかし1956年頃から、左手薬指の麻痺に苦しめられるようになり、1960年に演奏活動を停止して、 中リ費に移り住んだ。1965年から1978年まで、シュバイツァーラジオの音楽部長兼プロデューサー。1968年から1983年まで、ウィーン国際音楽センターの会長をそれぞれ歴任。1977年から、母校のバーゼル音楽院で教鞭を取った。1981年には、 ヤマハ音楽新公会から賞を贈られている。1998年、チューリヒにて没。ジマーリン、アルフレッド・オリジネラー・ムジッカーウント・メジエン・ピオニア。ノイ・エッゥ・サーシャツ・アイトゥング。オリジナルの2017年12月15日時点におけるアーカイブ。 http://www.peep.as/.ea7944322017 年12月15日閲覧。レオナデルマン。2017年12月15日時点のオリジナルより、アーカイブ。2017年12月15日閲覧。レオナデルマンディスコグスハット、レオナデルマンピアノ、ブラームスワルツ。 シューマンロマンススイス HMVDA6018 スケアス2017年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年12月15日閲覧ナデルマンレオ2017年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年12月15日閲覧レオナデルマンオールミュージックハットハーデンインゴ・ウィルムズ グレガー、ピアニステンプロフィール、600インタープリタン、イーレ・ビオグラフィー、イアー・シュティール、イーレ・アウフナメン、ベレン・レーター・バーラグ、P509、ISBN 978から37億6181万6165。ありがとうございます。